はい、自家製飲むプリン、素朴で濃厚な味わい、昔ながらの自家製プリンをとろける新食感でお届け、株式会社吉屋さんです。原材料名、牛乳、括弧国内製造、括弧閉じ、果糖、液卵、砂糖、香料、一部に卵、乳成分を含む。見えますかね。ということで、飲みたいと思います。賞味期限ね、結構長く、12月23日までだから、結構10日間近くあった、以上。飲むプリン、プリン大好きなんでね、しかも飲むプリン、うまそう。どんな味でしょうか。いきます。300円ぐらいですか、ね。なるほど。ああ。飲むプリン、なんか、カスタードの飲むプリン版な、なんか飲むっていうよりも、吸ってるみたいな感じの、そう、結構そこそこ固形物な感じですね。なんかあれが好きなんですよね。ポッカかなんかが出してる飲むプリンがあるんですよ。自販機で売ってる。なんか子供の頃から飲んでたんですけど、まあ、多分添加物まみれなんですけどね。あれ好きなんですよね。ポッカだと思うんですけどね。飲むプリンがあって、こんぐらいの、コーヒー缶ぐらい、サイズぐらいのやつあって。はい。最近見かけないんですけどね。ということで、飲むプリンでした。ありがとうございます。感謝です。愛してるぜ。はい、補足です。飲むプリン、とろけるプリンみたいな感じの飲むプリンが良かったんですけど、とろけるプリンみたいな飲むプリンじゃないっていう意味で、まあ、普通美味しいですけど、はい、ちょっとっていう感じですね。はい、ありがとうございます。